よろしくお願いします。髪が結べるようになりました。お久しぶりです。津軽三味線引きこもりの響きでございます。本当にお久しぶりですね。いかがお過ごしでしょうか皆様。日本はですね、今梅雨でございます。ジメジメしてね、三味線弾きにとっては結構大変な季節でございまして、湿気がね、三味線の皮はですね、今僕はナイロンにしてるんで、全くそこはまあ問題ないんですけれども、やはり音にはちょっとね、音色とかには若干影響あるのかななんていう、そんな季節でございます。ちょっとね、しばらく動画を上げていないうちにですね、チャンネル登録者数が800人を超えておりまして、改めてありがとうございます。ちょっとね、びっくりしてますね。前回がだって600人記念とかじゃないですか多分。でもまあ変わらずね、鍾乳洞のようなチャンネルでございますんで、でもちょっとね、切りよく1000人を目指してですね、ここからまた、津軽三味線のいろんな試みをしていきたいと思うので、今後とも吉名によろしくお願いいたします。今回の三味ノートなんですけれども、引きこもりの休日って前回言ったと思うんですけど、また今度にしますなんかね、休日らしい休日がないんですよ。本当にガチ休日の時に、カメラをね、回しそうかなと思います。まあそれが休日じゃなくなるんですけどね。先日 YouTube 生配信でよされプロジェクトという、番組に出させていただきまして、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。喋りまくり聞きまくりの、1時間半とか1時間とかだったと思うんですけども、本当にありがとうございました。そこでですね、よされ基金という、リターン付きのですね、皆様からのご支援を募る企画がございまして、その中でですね、僕はいろんなリターンを用意したんですね。まあ例えば自分のオリジナル曲を再録して皆さんにプレゼントするとか、昔の僕の音源をもう一回、印刷して CD をプレゼントするとか、そしてですね、ここの YouTube のお題に答えるとか、本当にさまざまなリターンをご用意させていただきましたところ、本当にたくさんの応募が来ましてですね、これも重ねてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。頑張りますので、そうですね、7月中といいますか、この夏にかけて、たくさん動画に企画という形で乗っかると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。そのよされプロジェクトの録音作業というのを今回はお見せしたいと思っております。実は私ですね、去年まで津軽三味線世界大会の団体戦に参加させていただいておりまして、まあ、作曲とか演奏指導させていただいていたんですけれども、2019年の5月に世界大会の団体戦を4連覇したんですね。つまりその4曲作って大会にこう臨んでいったわけなんですけれども、その4曲を今から撮って録音して録画して、その動画を支援してくれた人にプレゼントするっていう、そういう準備を今しております。まあ、つまりこの動画ではですね、津軽三味線弾きがまあオリジナル曲をどんな風にまあパート分けというか録音したり作曲したりしているのか、津軽三味線のオリジナル曲を録音している作業を見ていただくという、まあなかなか見る機会ってないんじゃないかななんて思ってます。まあ見せたことがないんで僕も。はい、そういうわけでちょっと今回の三味ノートはですね、タイムラプス形式で、たまにこうカメラ回してちょっと喋ったり、そういった模様をゆるっとお届けできたらなと思っております。さあどんな内容になるかはちょっと自分も楽しみなんですけれども、吉名に楽しんでいただけたらなと思います。何時間かかるかな、ちょっと4曲分一気にやろうと思いますので、ちょっとどれぐらい時間がかかるのか自分も想像がつかないんですけれども、よされプロジェクト、よされ基金のリターン動画の録音作業風景を、今回はお届けいたします。今回も吉名にどうぞよろしくお願いいたします。頑張ります。はい、じゃあやっていきますけれども、まあこんな感じですね。低めのソファーに、マイクを1、2本用意して、ピアノ椅子にノートとパソコンを置いたりって感じですね。このソファーの周りで全部解決するような、そんな配置取りでやってみようと思います。
まあ4曲何時間かかるかな、とりあえず1曲取れるごとに休憩を入れたりしてみたいと思います。まあ今からなんだろうやるのは、そうだな、動画で何画面にするかとか、曲の速さはどうするとか、キーを全部共通にするので何のキーで弾くかとかですね。早速やってみます。あれ何、2時間ぐらいですかね。早いな。1曲目のパート分け、そして録音、そうですね、動画を撮るときはこういう感じでいこうという下書きのような録音、ようやく1曲目が終わりました。2日か3日かかる感じですかね。もしかしたらちょっと休んでから2曲目に入ります。残り3曲頑張ります。とりあえずちょっと休憩します。はい、休憩しました。ちょっとね、さっきの1曲目聞いたら、最後終わっじゃーんって終わった後にヘリコプターがトゥ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 みたいな入ってたんで、そこだけ聞き直してから、2曲目に行きたいと思います。まあ今日1日で2曲できればいいかなというような、そんな感じでございます。頑張ります。1時間経ったぐらいですかね。ちょっと滞りました。絶賛滞っております。少し休憩してもう一回、切り替えて頑張ります。休憩が終わりまして、まあまた弾いていきたいんですけれども、ちょっと休憩中にね、音源を聞いてたら、まあ、ちょっといいところで、あのバイクのブーンって音が、バイクがね、走っていたので、ちょっと弾き直したいと思います。今弾いてる曲はですね、スサノオという曲でございまして、何パートだ、すいません、声に力が入らなくて、4パートかな、これも4パート。1曲目はですね、暁という曲をねやりました。これもね4パートあるんですね。だからこう4画面で撮ろうみたいなことをメモに書いたりしてますね。メモとか、あの後ろの A4 の白い紙にとにかくメモを取って、それを手がかりにちょっとどういう風に撮影しようかとか考えております。まあ今日はですね、この、まあ、暁は終わったので、スサノを終わらせて、そして他の2曲はせめてリズムとキー、まあ、キーはちょっともう一緒にしようかなと思ってるんですけど、リズム一つのパートだけでもしっかりリズムに乗ったテイクを取れたら、あとはそれに合わせて他のパートをこう楽しく合わせていくっていう作業になっていくので、他の2曲は完成までいかなくとも1パートは入れたいなぁと。そしたら今日はこれで終わりかなぁなんて思ってます。今も5時を回ってますね。結構ぶっ続け、ほぼぶっ続けでやると、割と人間って集中力がね、だいたい90分とかね、45分説を僕は推してますけど、人間の集中力にはね限界がありますんで、まあ休みながらこれは楽しく弾けたなっていうテイクは残して、動画の撮影に活かしていきたいなと思います。ちょっと喋りすぎちゃったかな。まあともかく後半戦かな。まあ今日最後のタイムラプスかな。頑張ります。よっしゃー、6時半ぐらいですか。
うん、スサノオができましたね。暁とスサノオ2曲できました。まあ本日はこれぐらいにしとございます。明日残りの2曲を撮ろうかなと思います。7時以降はちょっとね、他の曲レッスンとかやらなきゃなので、今日はここまでにしとございます。お疲れ様でした。おはようございます、夜が明けました。まあ録音作業2日目に入りたいと思うんですけれどもね、昨日の最初のご挨拶の動画でね、ハシビロコウの T シャツを見せびらかすという、ポーズをしたんですけれども、その時にね、がっつりお尻とパンツが見えておりまして、非常に申し訳ございませんでした。まあ、なんか吉野に処理しておきますので、まあ多分見えないようにはなっておりますので、よろしくお願いします。何がよろしくなのかあれですけども、そう、これね、昨日と同じじゃないんですよ。僕これ3着持ってまして、定番の作業着といいますか、録音作業とかね、まあ今夏ですから半袖で作業をするときはだいたいこの T シャツを着ております。今日もねそれでやっていきたいんですけれども、残すところあと2曲でございます。花振り穂村、そしてよされ教師曲とどろきなんですけれどもね、今朝でしてちょっと起き抜けでですね、眠いんですけれども、朝っぱらから、弾く2曲ではないので、少しずつ指鳴らしの練習をしてから、マイキング、マイクの、テストとかもしつつ、やっぱりお昼ご飯を食べてから、録音に入っていきたいかななんて思ってます。自分のパターンですけど、やはり正午を超えてくるとお昼頃が一番こう目がね覚めている感じですね。でまあ夜はすぐ眠くなっちゃってっていう、なのでこの自分の中ではその午後1時から夜の8時ぐらいまでかな、ここがもう自分の中ではゴールデンタイムみたいな、はい、作業するには一番集中できる時間帯かななんて思ってます。今日も楽しくいけますように、吉野によろしくお願いいたします。よし、2時を回ってみて、まあ、ぼちぼち録音に入っていこうかなと思います。では、よろしくお願いします。1曲終わりました。残りあと1曲でございます。ちょっと休憩して、またラスト1曲頑張ります。ではラストです。4曲目頑張ります。全ての動画の編集が終わりました。これにて暁、花振り穂村、スサノオ、よされ教師曲、とどろき4曲のプレゼント動画の作業が全部終わりました。いやー、ありがとうございました。まあこういう風な感じで、録音作業をしております。楽しかったですね。
まあ、この4つの動画、これは、支援者のプレゼント動画なので、YouTube に上げることはちょっとできないんですけれども、僕はツイキャスとか LINE ライブで津軽三味線生演奏ライブをやっておりまして、動画の概要欄の方にツイキャスのアカウント、LINE ライブのアカウント、まあいろんな生配信をね、ちょっといろんな形でやっていこうと思っていますので、その時に、今回の録音作業の、音源が使われるかもしれません。ぜひ遊びに来てください。駆け足ではございましたが、三味ノート第4弾、録音作業の模様をお届けいたしました。それではまた次回。YouTube チャンネル三味線エクスペリメンツでは、津軽三味線を使ってさまざまな演奏動画を投稿しております。カバー、オリジナル、ここから撮れますので、ぜひ見てみてください。